ポーランドのハウカハッラーは、ユダヤ教徒が安息日やユダヤ教の祝祭日に食べるパン。ハーラとも、ロシアにはハーラというパンがある。イラクやイラン系ユダヤ教徒のハラーは、日常的に食べるパンと同じ生地で、大きさや形だけを変えたものである。モロッコ系セファルディムのハッラーは卵、砂糖、油脂、ゴマ、アニスなどが入る。 今日では、縄編み状の白パンが最も一般的である。練った生地を3から1二等分して、紐状に伸ばし、焼く前に一つに編む。焼いた後に、金色の色を出すために、成形して二次発酵させてから溶き卵をハケで塗り、消しの種やごまを振りかけてから焼く。生地は、今日では卵、砂糖、植物油またはバターをたっぷり使って作られるが、昔は、 卵や砂糖は高価だったため、入手困難な地域では入れられないことも多かった。また、安息日の1番目と2番目の食事に肉を食べることが多いため、バターや畜乳は入れないのが普通であった。18世紀、中央、東欧で、ナーミ状のパンが流行した時からこの形になったらしい。ドイツやスイスのキリスト教徒の間では、ソップフという三つ編みにした。 白パンを安息日に食べる習慣がある。消しアゴマは、ユダヤ人の祖先がエジプトを脱出して、砂漠を放浪していた時代に神が与えたもうマナを表しているとされる。かつては、冠や鳥などの宗教的シンボルをかたどった、多様な形のハッダーが存在したが、その多くが、ホロコーストや共産政権下の宗教弾圧の影響で作られなくなった。アメリカ合衆国では、 1960年代頃から健康志向を反映して全粒粉を混ぜたハッダーも作られている。また、ユダヤ教徒の中でベジタリアンが増加したためバターなど乳製品の入ったハッダーも作られるようになった。しかし、肉の入った食品と乳製品を誤って一緒に食べることがないように乳製品の入ったパンと乳製品の入らないパンの区別は 簡単につかなくてはならないという伝統的な決まりがあるため、ユダヤ教の習慣を固く守る過程ではあまり、乳製品の入ったハッダーは食べられない。ありがとうございます。